さあそれではとうとうここまで来ました。いよいよ頂点を決める戦いです。決勝戦、選手の入場です。ワンピー側、関東エリア、ゲームチャリオット六方店、やりよった。ツーピー側、関東エリア、セガワールド本庄代表、バーチャフュージョン。さあそれではこれよりこの2つのチームが日本一の座をかけて戦います。さあもう最後の戦いですので、両チームの選手に今の意気込み、決勝戦にかける思い、一言ずつ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。まあここまで来たら優勝します。優勝します。そしてそうですね、相手チーム有名人ばっかなんで、まあ、倒したら気持ちいいですよね。倒した時のことをもう考えています。そしてやりおります。やりおりました。わかりました。皆さん大きな拍手を。さあそして対する有名人たちです。一言ずつください。ですね、まあ向こうのチームのナルゴはバーチャル歴も一緒だし、地方キャラも一緒だし、年も一緒で、長年まあライバルみたいな感じで僕は思ってたんですけど、最近ちょっと彼の方が圧倒的に強くて水を開けられっぱなしなんで、そろそろ、まあ、ある程度かっこいいところを僕もしたいなみたいな感じなんで、まあ、頑張りたいですね。わかりました。そして僕 2D ゲームしかできないんで、この2人についていきたいと思います。頑張ります。そんなん言いながらこんなとこいますからね、もう恐ろしい話ですよ。そして頑張ります。絶対優勝したいんで、まあ、優勝した姿をみんなに見てもらいたいななんて思ってます。よろしくお願いします。さあついにこの瞬間を迎えました。この一試合は栄えある決勝戦でもありますが、同時にバーチャファイター4シリーズ最後のバトルでもあります。なぜこのストイックなゲームにこだわり続け、飽くなき高みを目指すのか、彼らはそれを証明してくれることでしょう。それでは参りましょう。闘劇2006バーチャファイター4 FT 決勝戦、レディーファイト。さあついに決勝戦でありますが、先方が決まりません。よくある光景ですねこれね。これどっちが先出しなんですか。先出しはこっちです。ああ、こう悩みますよね。さあ悩みます。